AK-74、AK-74 AK、ロ、ラテン文字転車、カラシニコフの1974年型自動小銃の、には、1974年に、ソビエト連邦軍が、従来の AK-47 系列の、後継として採用した、アサルトライフルである。AK-74 には、グラオコードで 6P20、620が付与されている。本では、 その派生型についても記述する。AK-74 は1974年にソビエト連邦軍が採用したアサルトライフルで従来の AK-47 系列に変わるものである。内部構造はアカムを踏襲し、合計 5.45mm、使用弾薬 5.45X39mm 弾に昇降系化している。 ベトナム戦争で北ベトナム軍及び南ベトナム解放民族戦線などは大口径の AK-47 系列を使用したに対しアメリカ軍などは小口径の M16 系列を使用した AK-47 の 7.62X39mm 弾は高いストッピングパワーを持つものの連発時の反動が強いために着弾点が安定しにくくまた 弾丸質量が大きいため弾道が安定せず、山なりの軌跡になるという欠点を有していた。これに対しコルト M16 の 5.56X45mm 弾は、口径が小さく、弾頭が軽量であるため、連発時の反動は、比較的小さく、命中精度も安定している。弾丸の小道が小さく、初速が速いためボディアーマーや、人体などを貫通しやすくなる。 フルオート機能を有する自動小銃は多量の弾薬を消費するため、昇降経過により傾向、輸送できる弾薬量の増加、あるいは軽量化の観点からも有利となる。これらの昇降経団の利点が世界的に波及しており、アメリカの昇降経過に続き、ソビエト連邦も5に4 5 x 3 9 m m 弾を採用したが、貫通力があまりに高すぎると、 人体などのソフトターゲットに銃弾が当たっても弾丸は運動エネルギーをほとんど失わず貫通してしまい殺傷力はかえって下がってしまうそこで 5.45x39mm の弾頭の内部に空洞を作りソフトターゲット命中時に弾頭の横転を引き起こす構造をとった横転した弾頭はソフトターゲット内で回転運動を伴いながら進み その運動エネルギーを十分に消費することができる。人体に当たった場合、射入口は小さいが射出口が後継と比して大きく、筋肉血管を含む周辺組織に広い体積で損傷を与えるため、治療が難しく1978年から1989年のアフガニスタン紛争に投入された K-74 と 5.45X39mm 弾は、 アフガニスタン武装勢力から恐れられた。この技術は西側にも影響を与え、現行の 5.56X45mm、ナトウ弾、SS109、M855 では、同様の構造が採用されている。なお、AK-74 を設計した、ミハイル・カラシニコフ自身は、後年インタビューで、ベトナム戦争時に、アメリカが M16 を使い始めたために、 ソ連軍の上層部が遅れをとってはならないと行きまき、その結果これまでと比較にならないほど大量の銃弾が戦闘に継ぎ込まれるようになった。7.62mm 口径の銃にはまだまだ改良の余地があったのに残念と答えるなど昇降経過について批判的であった。アカムからの大きな変更点は昇降経過のほか銃口に装着されるマズルブレーキが大型化されたことである。 AK-74 のマズルブレーキは他国のアサルトライフルと比較し複雑な内部構造を持ち、反動の軽減、発射炎の抑制のほか、発射音を前方に拡散させる働きを持つ。また AK-47 アカムに比べて、ガスピストンへの発射ガス導入部と重心との角度が垂直に近くなっている。AK-74 は、 旧来の AK-47、アカムと外見が似通っているが、使用弾薬は異なるため、弾層の互換性を持たない。夜間や視界の悪い状況であっても、適合弾薬がすぐわかるように AK-74 では、ソリッド形状のストックに溝が入っている。ソ連製装火器の例に漏れず、同盟国にも供与やライセンス生産が認められたが、 アフリカや中東、アジア地域には AK-74 の配備によって余剰化した AK-47 ヤーカムを供与したこと。旧式の AK-47 ヤーカムとは弾薬の互換性がないため従来の弾薬の在庫の廃棄や弾薬製造ラインの大幅な回収が必要であったことなどから AK-74 を使用しているのは旧ソ連構成国や旧ワルシャワ町、 気候諸国以外では、キューバやアンゴラ、シリア、モンゴル、ベトナムなど、比較的少数に止まっており、AK-47 やアカムに比べると普及度が低い。旧共産国では改良系を含めて、多数の AK-74 が現役である。基本型。ソ連オリジナルのものは、すべてソ連時代に製造されたものである。初期に生産されたものは、 アカムと同様に後半のストックとハンドガードで赤茶色のベークライト製グリップとオレンジ色のベークライト製断層。ポーランドやルーマニアでは AK-47 のようなザインの金属製を採用していた。1980年代に入って生産された後期型はストックとハンドガードは新素材であるポリマー製に改良されプラスチック部品の成型色が焦げ茶色になった。 銃剣は、当初、アカムと兼用する 6KH4 であったが、AK-74 後期型が製造開始されると同時に、AK-74 専用の 6KH5 に生産が切り替わった。アクス -74 グラウコード 6P21、621は重傷を折りたためるようにし、傾向を容易にしたもの。 それまでのアクスマイナス47あるいはアクムズの重傷はナチスドイツの MP38、MP40 と同様に下方へ折りたたみ方式だったがアクスマイナス74ではいてから見て左に折りたたむ方式に変更されている。そのため従来のアクスマイナス47アクムズでは構造上操作がしにくかった重傷を折りたたんだ状態で 重側面のセレクターレバーを操作することが容易になった。重小部のスリングスイベルが、いてから見て、右側に位置し、重小を折りたたむ際は左側に位置するようになり、傾向時の利便性が向上している。ソ連製のものは、AK-74 に順じて、生産実機により、ハンドガードの素材やプラスチック部品の成型色などが異なっている。また、 アフガニスタン派遣兵などの中には、スケルトンストックであることを利用し、空洞部に応急キットを入れ、止血帯を巻き付けて固定するという現地改造をしている写真もいくつか見られる。戦場での出血は生命に関わることが多いが、ゆえのカスタマイズであると考えられるが、ゴムの止血帯を何重にも巻くことで、小当ての代わりにもなる、副次効果も得られる。 2001年12月22日に発生した九州南西海域工作船事件で北朝鮮の工作船の乗組員が海上保安庁の巡視船への射撃に用いた銃は北朝鮮製のアクスマイナス74である。アクスマイナス 74U グラオコード 6P26626 はアクスマイナス74の重心を切り詰めたショートカービンで バレルが極端に短いため、建物内部など、狭い場所での近距離戦闘に向き、空挺部隊や特殊部隊などで用いられている。また、取り回しの良さや軽量なことから、車両搭乗員や、砲兵の蛍光武器としても用いられている。短くなった重心に合わせ、ライフリングのピッチは、 アクスマイナス74の 200mm1 回転から 160mm1 回転に変更されている。重厚には独特な形状のフラッシュハイダーが装着されており、可能な限りマズルフラッシュを減らそうとしているが、効果は限定的である。短い重心でもガスシステムの作動に十分なガス圧を得るため、フラッシュハイダー内部はガス質が設けられている。 1985年頃に、レシーバー左側面に、アンシスコープを装備できる、マウントレールを備えた、アクス -74UN が採用された。同じ頃に、ロシアの特殊部隊、アルファ部隊など向けモデルとして、PBS-3、または、サプレッサーを装着し、専用の微調整可能なリアサイトなどを備えた、アクス部 -74U、74 U グラオコード、 6P27、627、アクスマイナス 74UB とも呼ばれるが採用され、アクス部マイナス 74U に暗視装置が搭載可能なマウントレールを備えたモデルは、アクス部マイナス 74UN と呼ばれる。また、アクス部マイナス 74U に BS-1M の改良型と呼ばれる、専用の 30mm 小音、グレネードンチャート、 グレネードサイトを取り付けたモデルは、ロー、5、45、30,5.45、30mm 特殊小銃。グレネードランチャー複合体カナリアの E、グラオコード S、6S1、61と呼ばれる。ただし、5.45X39mm 弾は、サプレッサーとの相性が悪いため、高い消音効果は期待できない。ウサマ・ビン・ラーディアイマンザワヒリーが、 メディアにに登場するるる。際、側に立てかけてけああのが本である、本で日本でよく使われる愛称としてはクリンコフが有名だが、欧米ではアクスマイナス 74U に限らず、フルサイズの AK に比べてガスバイパスを短縮化したモデルは、スカラダの形状や口径に関わらずクリンコフ名称を与えられている。アメリカではセミオート限定にしてストックを配することで、 ピストルとして登録したもの、逆にガスバイパスを短縮化しながらフラッシュハイダーを省略、バレルを延長して法律上の問題をクリアした代わり種などが存在する。RPK-74 は AK-74 の分体支援可起仕様である。重心やレシーバーを肉厚にすることで耐久力を得つつ45連のロングマガジンを使用する。 AK-74M は1991年からソ連で配備が開始された AK-74 の近代化型である。M は、J、ロシア語マダーナイシロバニーチ、ローマ字表記の頭文字で近代型を意味する。AK-74M は AK-47 アカム AK-74 に次ぎ、AK シリーズの第4世代に相当する。 従来の AK-74 は固定式重症を備えた AK-74 と金属製折りたたみ式重症を備えたマイ AX-74 の2種類に分かれていた。この AK-74AM は従来の AK-74 と形状は固定重症のようでありながらプラスチック製の折りたたみ式重症を標準装備しているため自動車加速撃兵や空挺軍兵士 戦車兵などに支給するアサルトライフルを文字通り一種類に統一することが可能となった。ハンドガードとグリップの形状は AK-74 後期型と同じであるが、プラスチック部品の成形色が AK-74 後期型の焦げ茶色から黒色になった。また、レシーバーが従来よりも軽量化が図られており、左側面には暗視装置や 光学標準機の取り付け用レールが標準装備となった。AK-74M は、アクス -74 や、アクス -74U のように、重小右側の本体付近にスリングスイベルが存在する。同盟国にも、供与やライセンス生産が認められた、AK-74 や、アクス -74 と異なり、AK-74M はソ連で配備が、 開始された直後にソ連崩壊が発生したため、ロシア連邦での未生産が継続された。輸出用に西側標準の 5.56X45mm、ナトウ弾や旧式の 7.62X39mm 弾を使用可能なように設計された AK-100 シリーズは、この AK-74M をベースにしている。AK-105 5.45X39mm 弾仕様のカービンモデルに対応するフルサイズモデル、例えばに対する AK-101 が AK-74M とも言える。ロシア軍では AK-74M の後継10ア -94 を開発したが、従来の AK に比べ構造が複雑で、コストも高く、作動不良が多発するため、一部の部隊にしか行き渡らなかった。 その後もいくつかの後継銃の試作がされたものの、いずれも採用には至らず、そのため AK-74M の調達が2011年9月まで続けられた。ロシア軍による2011年9月の AK-74M の調達打ち切りについては、ロシア軍がすでに必要量の数十倍を所有しており、やや大ぶりであることやピカティニーレールを備えていないなど、性能的に、 時代遅れであることが理由とされている。ロシア軍では、より高性能の新型自動小銃が採用されるまでは、新規の調達はしない方針になった。2015年4月ロシア国防省は後継型の AK-12 の採用、調達を決定。なお、一丁あたりの価格は、受給動向によって大きく変動するが、近年では安くても200ドル前後とされている。 その後、新たなデザインのグリップとマズルブレーキ、伸縮折りたたみ式のストック、ピカティニーレール付きのレシーバーカバー、フォアグリップ付きのハンドガード等を備えたアップグレードキットが開発された。このキットは、一般部隊、偵察部隊、特殊部隊と、部隊別に3種類用意されている。2015年の対独戦勝パレードにて、初めて公開、展示された。ロシア軍では、 予算の関係と AK-74 の基礎有料から当面、後継型の AK-12 の調達と本アップグレードキットによる既存 AK-74 の回収等を並存させるものとみられる。このシリーズは本質的には AK-74M の後継変更型、またはカービンモデルであり、AK-74M と同世代の小銃である。 ソ連崩壊後、ロシアの AK 生産拠点は民営化され、イズマッシュ社として再出発した。イズマッシュ社は、重機の他にオートバイや自動車を生産する機械メーカーとして存続し、現在も AK シリーズの生産、改良を続けており、様々なバリエーションが発表されているイズマッシュ社は、その後経営破綻、2013年他社と経営統合の上からシニコフコンサーン社として、 最高れている。輸出を意識しており、後継も西側ナトー弾に対応するものなどがある。そのため、プライベートオペレーターなどは 5.56X45mm ナトー弾の銃器を携行する際には、AK-101 や AK-102、AK-108 AK を選択することがある。その他、最後と名が付く、民間向けのハンティングライフルや、 セミオートオンリーの AK ライフルがある。は、KBP 社が X-74U を QX39mm 弾仕様にし、紹介量したもの。リアサイトは後方に移動し、フラッシュハイダーの形状を変え、マガジンを独特デザインにした。は、イズマッシュ社が開発した QX39mm 弾を使用するコマンドアサルトライフル。ベースは、クリンコフ。 アクスマイナス 74U で q x 3 9 m m 弾を使用することからスペツナズ特殊部隊用に設計されたと思われる。合計 q x 1 8 m m アクスマイナス74を元に開発された短期間銃。スパイラルマガジンという特殊なマガジンにより64発もの相談数を持つ。2010年5月に ロシアで公開された AK シリーズの近代化型プロトタイプ AK-74M を原型にレールシステム付きハンドガードの追加や軽量化などの改良が加えられたもの2011年からロシア軍で試験された結果ロシア軍はプロトタイプ AK-200 の採用を見送り今後 AK-74M のピカティニーレール付きアップグレード型を 継続使用すると発表した。2012年1月にロシアで発表された次世代 AK 小銃プロトタイプ名 AK-400 プロトタイプ AK-200 のように現代化を意識しつつシルエットは本来の AK に近づけられている。レシーバーは今までの AK とはかなり異なりリアサイトはレシーバー後方に設置されセレクターレバーは小型のものが レシーバー両面に設けられた。ストックは、伸縮折りたたみ式になっている。使用段は 5.45x39、5.56x45、7.62x39、7.62x51 が計画されている。AK-12 は、AK-47 アカム AK-74AK-74M AK に次ぎ、AK シリーズの 第5世代に相当する AK-100 シリーズは AK-74M の後継変更型であり、a k 7 4四 m と同世代。2015年4月、ロシア国防省は、ラトニック不評近代化計画の標準化器として、カラシニコフコンサーン社、旧イズマッシュ社が製造する2種類のアサルトライフルを選定したことを公表した。選定されたのは、 5.45X39mm 弾を使用する AK-12 と 7.62X39mm 弾を使用する AK-15 である。AK-74 とその直径派製品がベースになった銃のみを記載。日本では AK-74 の遊戯銃は LS が製品化した組み立て式、モデルガン、コッキング式、エアガン、外部ソース式、 ガスガンが最初と言われている。アカムも同時に製品化され、さらに別売のプラスチック組み立て式の AK、用重券も販売され、その製品の完成度から人気が高い製品であった。LS 倒産後は AK-74 を出す。国内メーカーは一時期消滅し、後にエスコートが発売したガスブローバックガンしか存在せず、 東京マルイ製電動ガン AK-47 を74にするコンバージョンキットや海外製の電動ガンを購入するほかなかった。LS 倒産後、金型を引き継いだアリーがエアコッキング式の AK-74 とプラスチック組み立て式の銃剣を販売していたが、アリーもまたエアガン産業から撤退した。以後日本ではエアコッキング式の AK-74 は、 中古市場以外ではほぼ入手不能となった。アリーの持っていた AK-74 の金型は、さらに、韓国のトイガンメーカーである、トイスターに受け継がれ細部が改良された AK-74 のエアコッキング式、トイガンが近年、韓国で発売されており、一部の輸入代行業者、輸入販売業者を通して入手することが可能である。 2007年12月20日には、東京マルインが、リコイルショック発生装置とボルトのブローバック機構を搭載した、次世代電動版第1号として、AK-74MN、AK-74M を発売した。AK-74MN に関しては一時期、生産が中止されていたが、2018年に生産が再開された。 現在の AK シリーズは AK-74MN-AX-74U、AK-102-AX-74 AK が次世代電動ガンシリーズとしてラインナップされている。また、香港の遊戯銃メーカーから大量にバリエーションが展開されているほか、AK-47 に関しては実注パーツを使用したコンプリートモデルを RS 社が発売している。 2012年10月31日に国内初である GBB 式 AK-74M を KSC が発売した。また、翌年2013年7月には GBB 式 a k 7 4 u を発売している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。